演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、キリン午後の紅茶ストレートティーを飲みたいと思います。今までレモンとミルクはレビューしたことあるんですけど、ストレートはまだレビューしてなかったと思うんですよね。なので今回レビューしてみたいと思います。赤赤としていて、こういかにも紅茶って色ですね。それでは、ミルクはレモンとはまた違う一直線な美味しさがありますね。あれ、ほんのり甘さもある。こんなの昔あったっけ。ラベルに甘さすっきりと書かれている通り、本当にすっきりとしていて、でもほのかに甘さがある、そんな感じの味わいでしたね。やっぱり午後の紅茶はすごいです。ちょっと物足りないかなと思うような部分もなくはないのですが、ストレートでもフレーバーに負けず劣らずの美味しさがあって美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。シンプルな紅茶が楽しみたい方にはおすすめです。それで、雪だるま、朝になるなり憂いても溶けるのが心配なのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。